皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆史です。今日の雑感はですねん、ちょっとある記事を読んで、えー、思ったことなんですけども、あのま、記事の内容は、ま、自分の時間を作るっていう、まあまあそういうことを、えー、したいがために、ま、今やっておいた方がいいことが、えー、大事かどうかっていう、ちょっとそんな、えー、内容の 記事だったんですけども、まあ、それに対してね、私がどういうふうに思ってるかみたいな、ちょっとそんな話なんですけども、あのー、ちょっと、まあそ、そもそも論なのかもしれないんですけども、まあ、自分の時間っていうのがどういうものかっていう、まあ、まあ定義づけみたいなのが必要なのかもしれないんですけども、あのー、自分がやりたいっていう、まあ、うおんとみたいな話といやいや、そうじゃなくて、あのー、 なんかや、やらなきゃいけないこと。まあ、ハブトゥハブトゥだったりもするんでしょうけども。その、まあ、ちょっとね、自分の本意じゃないけど、こう、やらされちゃってることとか、えっ、ー、と、まあ、あの、そういう管理ができないっていうか苦手で、えー、まあ、目の前にこう、降ってきたことを、あの、処理していて、まあ、自分の時間が取れなくなっちゃうみたいな。 まあちょっとね、その管理がちょっと苦手だったり下手っていう、そういう人がこう陥りやすい話で、まあ結果的に言うと、そのウォントとか自分が本当にしたいことみたいなとこができないというところを、こう、どういうふうに、こう、自分の時間を確保できるようにするっていう、そんな話を、まあその記事の中ではしてたんですけども、あの、 ちょっとね、私が思うことっていうのは、ちょっと時間管理とか行動管理みたいな、えー、そのところからお話を、まあ、いつものことなんですけど、するんですけども、その、時間管理的に、その、今やっておいた方がいいっていう、今からやる第二領域なのか、えー、それとも私が思っているのは、その、 今をこう、スムーズに進めるために、まあまあ、過去にね、やっておいた方がいいのかっていう、そこのところからちょっと根本的に違うと思っていて。で、あの、これから、そのい、いわゆる第二領域的な話ですね。その、緊急じゃないけど、重要なことっていうのが多分、ね、その、ウォントに近いような話なんだと思うんですけども、あの、 私の中ではそ、そもそもそれって、あの、もともとやっておかなきゃいけないことであって、今どうこうするって話じゃないんですね。あの、今を、こう、自分がやりたいことになるようにしとかなきゃいけない話だから、あの、か、過去のことなんですよ。やっぱり、その第二領域そのものっていうのは、その、まあ、運動するにしても、勉強するにしても、その、過去に、 ちゃんとやっておいて、で、今を、その、やりたいこと、本当の自分の時間として使えるようにするために、やっておくべきことだと思うから、もともとね、そのい、今から、あの、やらなきゃいけないっていうか、や、や、やりたいとかっていう、そういうことじゃないということです。なので、まあ、あの、基本はもう準備しておくべきことだと思うんで、あの、それがね、前、ま、倒、あ、しでしようが何しようが、 あの、やってないんだとしたらやってないことだし、うん、それができてないから、えー、もともとあの自分の時間っていうのが作れないということではあると思うんで、まあまあちょっとね、あの、申し訳ないですけど、根本的に考え方が違うということ。で、あの、結局ね、記事の中では、その前倒しでやっときゃいいんじゃないか、 いうことが正しいのか正しくないのかみたいな、まあ、そんな記事にはなってたんですけども、ただ、えっ、ー、と、もう先ほども言ったように、それがね、あの、もともと、えー、時間が作れる人っていうのは、やっておいてしまっていることなので、今の状態を、えー、まあ、ちょっとく比べてみると、結局そこって、あのー、時間がない人とか、えー、 その記事を読んで何かをしなきゃいけないことだったとすると、あの、これからどう、どうこうしようって話じゃ多分なくて、あの第、第2領域をきちんとやっておいた人が、こう、自分の時間が作れるということです。なので、あの、締め切りっていうところでね、いくら考えても、あの、締め切りを前倒ししたところで、あの、締め切りに、えー、基準を置いている以上、 あの、それってねい、いつまで経っても締め切りが基準になるわけですよ。だから前倒ししてどうこうっていう話じゃなくて、あの、スタートをどこ、えー、要は先取りをどこでやるかみたいなことを考えられるようになってないと、えー、そもそもあの自分の時間っていうのは作れないんじゃないかなというふうに思うわけです。だから、あの、考え方そのものを ちょっと変えてみないと、あの、いけないんだということが、まあ、まずちょっとそ,そもそもの、ええー、あの、根本に来てますと、ということ。で、まあまあ、それを言っちゃおしまいだよって話で <laughs>、うん、じゃあこれからどうしなきゃいけないかっていう話なんですけども、ちょっとその、ね、記事の中もまたちょっと話が、ええー、ちょっと私の思ってることとずれていて、その、 やんなきゃいけないことと、本当に自分がやりたいと思っていることをきちんと分けて、で、えー、まあ、いつものことなんでしょうね。その、やんなきゃいけないことっていうのを誰かにお任せすれば自分の時間が増えますよ、みたいな。そんな感覚の、えー、お話をされてるんですけども、えっ、ー、とそ、それってね、本当にできるんですかみたいな話なんですよね。あの、やらなきゃいけないっていうのは、have to, have to, だったりとか、その、ウォンウォンと。 っていう、やりたいっていうことの、えー、切り分けなんですけども、あのー、人に任せればね <laughs>、じゃあ、いいかっていうと、まず、あ、実際そんなこと、できない人もいらっしゃるし、えー、もしくは、お金をかければとかって言って、お金がないんだよって話だったりとかするし、で、あのー、誰かに任せるのがいいよっていう話であったとすると、 他の人も誰かが、えー、自分に対して、あの、要はお任せしたいっていうふうな話を振ってくるわけなんで、これって堂、ね、々巡りみたいな話じゃないですか。結局、あの、自分が、えー、その自分の時間を本当に持ちたいのであれば、あの、人任せにするっていう考え方をするとすると、えー、他人も人任せにしようって思うわけなので、 それってね、解決になってないような気がするんですね。いつものことなんですけど。あの、それをね、なんかこう、普通に平気で言っちゃってるっていうことが、ちょっと私の中ではちょっと信じられないというか、あの、それをね、あの、何も同じことを考えられてしまうと、どうにもならないんじゃないかなというふうに思うわけなんで。あの、そうするとね、先ほど最初に言っていた、ちゃんとその、えーや、やっておいて、 で自分の時間を確保するっていう、そういう考え方にやっぱり至らないといけないんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですね。なので、あのー、少なからず、そのじ、自分の中できちんと解決する方法を、えー、見いださないといけないということと、あのーそ、それって実際じゃあどうしなきゃいけないかみたいな話に当然なってくるんですけども、あのー、 そこって、あの、まず、その自分の時間を確保したいというか、作りたいんであれば、えっと、優先順位と呼ばれているものが、一番最初に自分のやりたいことっていうふうになるわけなんですね。そこのところってね、その記事の中身と基本的には変わらないんですけども、ただ、えっと、それをするためには、ちゃんとその計画の段階で、その、えっと、そのや,やりたいっていう、ウォントの話を、 あの最初に計画立てできる、要は予定立てできるはずなんですね。あのだってそれが一番やりたいことなんで。でも、ダメな人っていうか下手な人って、それができてないがゆえに、その目の前のことをやらざるを得なくてというか、あの計画立てができてないから、えー、自分のことが、えー、最終的にできないのであって、もうそもそもね、その、 今からどうしようかって話じゃなくて、あの、最初の段階、要は計画する段階のところで、あの、きちんと、その自分のやりたいことっていうのが計画の中に入れられてないから、えー、まあ実際のそのドゥ、do, do, 要は実際の行動する <laughs> っていう時に、もうすでにそ、そんなことが入る余地がないという、えー、まあまあそんな話ではあるので、まずはその、うん これからどうしようって話じゃなくて、もう計画のもともとの段階できちんとそれを入れてないとダメ。でえ、入れておくことによって、まあそこをね、なるべく避けるようにするとか、えっと、それまでに終わらせようとかっていう話になるわけなので、そうするとね、さっき言ってた、その、今しなければいけないことが何なのかっていうところになっていくと、えっと、まあ、今やっておいた方がいいことではなくて、えー 今がちゃんとできるように、えー、過去に、えー、要は準備としてやっておいた方がいいっていう。今じゃなくて過去ですね。過去において、えー、やっておかないといけないことになるんじゃないかというふうに思うわけです。だから、あのー、今ね、1月まだ始まったばっかりだと思うんですけども、あのー、 そこの段階でちゃんとそのやりたいってことが計画立てできてるかどうか、まあ予定がちゃんとそこに入ってるかどうかということだったり、えー、その、えー、それ以外の時間のところでいかにしてそのやんなきゃいけないことをえ自分の中できちんと消化して、このやりたいことにえきちんと時間が当てられるようにしておくっていう、そういうその 過去の、えー、行動としての第二領域が必要なんじゃないかなというふうに思います。で、あの、当たり前なんですけど、それを、えー、きちんと、えー、未来を続けていくためには、今やっておくべきことの中に、やっぱりその第二領域的なことが、えー、きちんと入っていて、まあ、それも予定立て、<laughs> 計画立てされていて、 でそれをきちんとこなせる人っていうのが最終的に自分の時間を作れる人っていうことになると思いますということですね。なので今どうこうしようという話ではなくて過去にきちんと自分の時間を確保しておいてで今になった時にそれが自由に使えるようになっているというそんな状態を作り出すことが必要なんじゃないかなというふうに私は思います。と ということですなので、あのちょっと記事の話とは全然相反する、えー、答えになるんですけども、あの自分の時間をこう作るためには、えー、今やっておいた方がいいことっていうのは何なのか、えー、今、えー、何ができるがためにこう、過去に何をやっておくべきかっていうことを 考えた方がいいんじゃないでしょうかという、そんなお話です。ということで、えー、今日のお話は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。